いや、すごいな、おい。おい、おい、待て、おい、それはちょっと、おい。おい、おい。おい、おい。シオンです。僕ですね、追いかけられる系 YouTuber やってるんですけど、よくコメントでね、俺、本気出したらこいつ捕まえれそうわ。とか、ショック、無駄なパルクール多くねってよくね、コメントで来るんですけども、僕からしたらね、そんなことないよと。僕はそう簡単に捕まえられないよっていうことをね、今日は証言したいんで、パルクールの人を本気で追いかけられたら捕まえれるか捕まえれないか、ってことでね、今日は僕のユースの友達と松下くんを呼んできたんですけどもね、松下くんからしたら、僕を捕まえれる自信ってあります？正直ね、はい、あります。ある！パルクールやってるけど捕まえれるの。難しいとこあるんだけど、絶対どっからできると思う。月の糸見える。月の糸見える。ルール説明ではですね、鬼ごっこなんですけども、1回の鬼ごっこに5分間かかります。はい、で、5分以内に松下くんが僕を捕まえれたら、松下くんの勝利。で、松下くんが5分以内に捕まえれなかったら、僕の勝利っていう感じのルールになってて、バチバチに戦っていきましょう。はい。まず、1回戦目の場所。はい。こちらです。お、見てよ、これ。障害物だらけですよ。パルクールし放題だね。ここが鬼ごっこの1回戦目の場所なんですけども、これ使える。ああ、そうだね、確かに。普通の一般人だったらこれさ、あ、登れないよってなるじゃん。うん。あ、登れないよってなってるでしょ。僕は、うん、スッ。いや、かっこいい。一般人の人、はい、登れないよ。どうしよう、はい。階段があります。我々一般人にも優しい階段があります。税金に感謝しなきゃ。税金感謝階段。税金感謝。今日からそう名付ける。またさらにこちら。さっきよりもでっかい壁ですね、はい、身長と同じぐらいかな。そうだね、ほんと背丈と同じぐらいの壁だね。こんな登れんやん。うん、登れんやん。パルクールはこうやってね、もう行けちゃうんですよ。おー、行けちゃうんです。スムーズにね、登れると。もう一般人だと待って、あーってなる。そうだね、ちょっとね、あーってなってるけど、僕たちは登れちゃうんです。いや、もう鮮やかやな。ここもね、こうやって登っちゃうわけなんですよね。なるほどね。ここまで登ったらもうね、こっちとしては追い詰めたもんだけどね。ただ、チッチッチなんです。うん。登れたら降りることもできるんです。あー、確かに。降りちゃいます。チッチ。おー。降りちゃいます。おい。またさらにここで、降りちゃいます。すご。じゃあ、1回戦目の鬼ごっこ始めちゃいますか。パルクール鬼ごっこスタートです。いきます。3、2、1、スタート。大変だよこれ。来た来た、やばいやばい。おい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 、来る、やばい、つかまれ、つかまっちゃう、つかまらなかった。いいね、いいね。体の中何回通せると思うのよ。おい、早いな。おい、怖い、怖い、おい、おい、あー、やばい、やばい、やばい、うわうわあー、やばい、あー、やばい、疲れた。怖いよ。いいんか、おい。これね、結構勝てそうやな。構えてみろよ。あ、結構これ高いこいつ。普通に高いんだけど。税金感謝会だ。税金感謝するわこれ。まあ、俺はできるけどね。おわっ、おい、おい、すげえな。いや、間に合うと思ったんやけどな。単純にね、体力も持たないし、普通に難しい。いや、5分長いよな、ちょっと思ったんだよ。僕の優勝をいただきました。持ってた通りの結果なんですけど、うぜぇ、うぜぇよ。追いかけられる時に回らなくていいんだっていうのをちょっと今日初めて知りました。あ、すごい大事なことだと思うな。あるとしても5回まで。またコメントでなんかシオン君無駄な動き多いぞって言われる。あー、やばい。でも回ることは無駄じゃない、うん、僕たちが追いかけ合いとして、うん、やっぱ第三の人が見てる時にやっぱ回ってなかったらかっこつけやないかい。次のね、パルクール鬼ごっこの場所はこちらです。ダダン。さっきのところに比べ
べると、まあ段差が高くないそんなに。そうだね。まあ飛ぶ時もね結構衝撃とかもないんで、はい、一般人に優しいスポットじゃないかなって思ったけども。普通住宅やな。住みやすそう。うん。ね。普通住宅褒める。作戦あったりします。作戦ね。僕を捕まえる作戦。住宅街っていうのもあるから、まあ、はいはい、こうね、あんま高いとこから飛び降りられないと思うし、はいはい、だから今回は高いとこまで追い詰めたりとかできたらな。あー、なるほど。僕追い詰め作戦。僕ね、一つ作戦あるんですよ。お、マジで？何何？僕ね、作成とかって、はい、教えません。心の準備はいかがでしょうか？ OK! 参ります。鬼ごっこスタートまで3、2、1、スタート。いくよ。さあ5分間の制限時間は。 OK! 来たよ、来たよ。ふい俺飛ぶよ。くそ、落ちちゃった今。おい、いや、すごいの、おい。これがパルクール。すげえ。松下くんもさ、やってみてよ。できねえよ。一回うわ、あれが見たか。くそ。はい、ということでね、第2回戦鬼ごっこパルクール、またもや優勝させていただきました。ありがとうございます。はい、優勝ですね。今回は伝わりそうなところが何回かあったけど、まあ、でもそんなしな、勝ち成りのパルクールということで、俺と最後の着地、明日にするときとかさ、どんな着地ですか。次の第3ステージの鬼ごっこの場所はここなんですけど、はい、松下くん見覚えないこと。そうだね、これ俺が、ね、最初に動画出た時じゃない。これあ、そう、これ有利かもしれない。これ俺知ってるわ、この辺大体構造。僕は平等で、ここで平等にガチンコで戦っていきましょう。じゃあ鬼ごっこの準備は OK でしょうか。はい、じゃあ行きましょう。うん、3、2、1、スタート。おい、待て、おい、それはちょっと、それはちょっと、おい、前見たんでそれ、違う、止めねえし、俺。いやー、鬼ごっこですよ、松下くん。うん。来てもらいましょうか。いや、できないって、これ。あとはここで、僕は3分ずるずると待てばいいだけですけども。そんなさ、静止状どうやろうよ。好きな食べ物何ですか？え？ああ、カレーとか唐揚げとか。まだつくものが多いんだ。そんな感覚であったんだ。唐揚げとさ、カレーがなんかカーカーつくご飯ないかな、なんか。辛子明太子。あ、辛子明太子いいね。カニ汁とか。なんだ、カニ汁って何？松下くんの好きな食べ物は、家業から始まるもん。そんな必要ないけどね、本当に。うん。あ、すごい偏見を打ち切られた気がするな。なんだ感じで、え、あれ、もしかして、あ、5分になりました。なったね。なんだ、雑談で終わることある？最後は締めたよね、これ。そうだよね、これ。僕の勝ち。おい、ということでね、パルクール鬼ごっこだったわけなんですけどもね、まあ、僕勝ちました。ありがとうございます。勝たさせていただきました。あの、勝ちなんで、僕は検証結果としては、はい、パルクールをやると僕は強くなるってことだったんで、鬼ごっこをね、みんな強くなりたいならパルクールをしよう。はい、よろしくね。よろしく。他にもですね、Twitter とか Instagram とか TikTok やっておりますので、皆さんぜひぜひ Twitter、Instagram、TikTok やっていただきたいと思います。ということで、みんなまたね。バイバイ。バイバイ。